なんかお姉さん ASMR もしたいしさ、シスター ASMR もしたいしさ、なんかいっぱいあるわ。やりたい ASMR がいっぱいあるわ。一応この前の ASMR はなんか彼女っぽい感じかな、彼女っぽい感じしたんですけど、めっちゃ良かったって言ってくれてありがとうございます。そう、シャンプーシャカシャカしてたんで、シャンプー久々にした。ぽいじゃなくて彼女でしょ。団長、なんか、でもあんまりないよ。なんか同棲してるとかそういう設定もないよ、団長。あの白金聖騎士さん、あの上司と部下みたいな。団長だから言っとくけど、白金聖騎士さんの団長ですけど、そう。で、皆さんは、あれです。団員さんなんで、あんまりそんななんか、あの別に、あの恋人とか、ドライな関係だった。だって嫌じゃん、なんか、ガチ恋こじらせられても、嫌だからな。おなんかガチ恋こじらされても、なんか嫌だもん、ストーカーさんとかなったら困るもんなって言って心の拠り所にはなりたいけど、なんか脅威像ね、なんかほどほどになりたいかな。そう、お互いさ、やっぱ自分の人生があるわけじゃん。あの、それ別に、ね、恋愛とかじゃなくて、ね、恋愛とかじゃなく、やっぱなんかこういろんな人生があるから、なんだろう、なんかお互い干渉したくないっていうか、そうそうそう。だから団員さんの幸せを、ただ団長は、あ、団長ストーカーするよ、みんなのことをみんなは団長のストーカーしてダメ。そう、みんなはダメだよ、みんなは。団長はいいんだよ、団長は。ストーカーつってもエゴサぐらいだから別にね、えいいでしょう。 ネットストしちゃうそう、一緒に道を切り開いていく家族みたいな存在になりたいな。家族、もうね、彼女とか彼氏とかちょっと生ぬるいよ、家族になる。そんな感じで、みんなの幸せを祈ってるからね、団長は。そう、祈ってます。祈ってるよ。みんなが幸せならいいんです。